いや一応ドラゴンズの帽子かぶってきたんですけど。見たなんで、はい、これ今年のキャンプのやつ？はい、今年キャンプ行ってきまして、遊びに。遊びに絶対、はい、あれね不思議なもんで、はい、なんでキャンプなんかみんなあれね、はい、遊びに行ってるだけやからね。誰がですか？いやいや関係者。関係者。僕は絶対行ったって分からんじゃない。はい、それはなんですか？その昔坂東さんが遊びに行ってたから分かるんですか？それは。おーってというのは、はい、ある解説者のね、はい、大御所ですけども、はい、この方が言った。 いいな本当にな、はい、野球で、はい、1年に一遍こうして1ヶ月ただ飯食って、はい、おじさんに当たってじーっとグラウンドで楽しみやわっていう、はい、おっしゃってました。その通りですよ。坂東さん、高校野球の話戻っていいですか？高校野球いいね。すいません、いいですね。高校野球発祥の地なんです。この夏の大会の第1回大会がこの豊中にある豊中グラウンドというところで行われたんです。見た？見てないです